長女麗華ちゃんが3歳になり、七五三のお祝いです。この日は着物で家族写真を撮ることになりました。勸玄くんには海老蔵さんの幼い頃のものを着せました。でも少し困ったことが、着物の丈がちょっと足りません。勸玄くんの成長が早くて仕立て直しが間に合わなかったそうです。麗華ちゃんはお姉ちゃんらしく弟の面倒をよく見るんですって。お母さんも助かりますよね。家族の一年は子供たちを中心に回っているようでした。